皆さんこんにちは。今日は自衛隊をめぐる安全保障環境についてお話をします。自衛隊をめぐる安全保障環境については厳しさを超えているということは、日々の報道などでもですね、皆さん身近に感じておられると思うんですね。私も安全保障について、自衛隊退官後ですね、ここ十数年、いろいろと啓発活動などに取り組んできたんですけれども、ここ2、3年でですね、その一般の方の意識が大きく変わってきているということを痛感をしております。まあ、それにはいろんな事情があるんですけれども、やはり、日本の周辺国、例えば北朝鮮はですね、これ一番早くから注目されましたけれども、2006年に核実験をやり、また2000年代に入ってからですね、盛んに日本の近海に弾道ミサイル、その他のミサイルを打ち込んだり、発射試験をするということで、まあ、国際社会の圧力にもかかわらずですね、着々と核とミサイルの開発を続けている。で、現在ではもうアメリカ大陸全土をですね、攻撃できるような、ICBM 大陸間弾道ミサイルまで、保有するようになっているというような状況になっています。で、日本全体に対してもですね、これを攻撃できるようなミサイルをですね、主としてノロンというタイプですけれども、これをまあ500から600機以上持っているというふうにも言われています。で、その弾頭にはですね、核弾頭を積んでいて、まあ、現在の核弾頭数がどれぐらいになっているかというのは、まあ、いろんな見方あるんですけれども、まあ、少なく見ても60から80発ぐらい、まあ、多く見る見方では100発以上持っているんじゃないかというふうにも言われています。で、その生産速度もですね、むしろ、まあ、加速していると。で、今後はですね、ICBM まで完成をしたということで、例えば潜水艦に載せる SLBM というんですけれども、潜水艦発射弾道ミサイルだとか、それからミサイル防衛システムを突破できる極超音速の、音速の5倍以上のですね、弾頭を載せた兵器を開発をしているというようなことも言われています。で、いずれにしてもですね、北朝鮮が今後国際的な圧力に、屈して核あるいはミサイルの開発をやめるという兆候は現在のところ見られないということでですね、ますます脅威が高まっていくと見なければならないというふうに思うわけです。で、一番脅威の大きいのはですね、中国でして、これまで改革開放の1987年以降ですね、2015年頃はほぼ毎年、2桁の国防費の伸びを示すということで、飛躍的に、まあ、国防費を増額してきたわけです。で、最近は新状態ということで少しそのテンポを落ちてはいるんですけれども、それでも年率 7%、8% 程度のですね、国防費増額をしてですね、着々と軍事力を強化しているという状況に変化はありません。で、大きな転換点になったのはですね、江沢民の時代にですね、1995年から6年に台湾で初めて民選による総統選挙が行われてですね、そして、李登輝総統が、まあ、選出されるというような、まあ、状況になったわけですけれども、その際に、まあ、選挙に対して圧力を加えるということでですね、台湾の近海にミサイルを打ち込んだということがあります。しかしその時はですね、時のアメリカのクリントン政権は空母2隻をですね、台湾海峡を振り込んで、そして、中国側はですね、まあ、演習を取りやめざるを得なかったということがあったわけです。で、これは中国共産党からするとですね、まあ、かつてのソ連のキューバ危機と同じでですね、まあ、世界中で恥をかいたということで、まあ、国内外に威信を失ったということがあったわけですね。で、この時の、まあ、経験をもう二度と繰り返さないということで、特に95年の半ば頃からですね、
90年代中頃からこのミサイルの開発配備と、また台湾侵攻に備えたですね、海軍力、空軍力の増強というものに、まあ、非常に力を入れるようになったわけです。でこれがですね、その後の軍事費増額、軍備増強ということに伝えられて、まあ、現在はですね、もう、A2AD と言われるんですけれども、接近阻止領域拒否といってですね、ガムよりも西側の西太平洋についてはですね、アメリカの空母も自由に行動できない、接近が阻止をされる。さらに第一列島線というんですが、日本列島から南西諸島、台湾からフィリピン、そして南シナ海というこの線の中はですね、大陸側の方にはもう空母も入れないというような、まあ、状況に、なってきているわけです。でこのような状況についてはアメリカ側も認識していてですね、アメリカの軍事戦略の中でも中国の沿岸部についてはすでに、海軍力、それから陸上配備の弾道ミサイル及び、防空体制、防空ミサイルについてはですね、もうアメリカがかなわないということを認めているわけですね。でその中で、まあ、アメリカの軍事戦略というのが立てられているということがあります。もう一つはその核戦力というのがですね、非常に中国も強大化をしてまして、で、これに対してですね、アメリカがかつての圧倒的優位をもう維持できなくなってきているということがあります。すでに2006年の時点でのですね、アメリカの専門機関の見積もりでもですね、中国が毎日アメリカに対しての先制核攻撃に成功した場合はですね、3000万から4000万の被害を与えることができると。それに対してアメリカが中国に対して先制核攻撃をした場合はですね、2600万ぐらいの損害しか与えられないというような見積もりが出ています。でこれは、まあ、アメリカ側の都市化率というかですね、都市人口が非常に今多いと、大体8割以上がですね、都市に集中しているわけですけれども、それに対して中国は現在もまああまり変わらないんですが、約半数強が都市にいるに過ぎないと。非常に膨大な人口を抱えていると同時にですね、農村部に、9億近い人口がいるというような、まあ、状況が、まあ、現在でも基本的に変わっていないということなんです。でかつ核の弾頭がですね、アメリカ側は先制攻撃を前提にして軍事目標を精度の高い小型弾頭で攻撃するという、まあ、戦略を取っているためにですね、特にあの弾頭をの主力をですね、潜水艦搭載型に頼っているという面もあって、威力が小さいものが多数あるという状況なんですが、それに対して中国は基本的に先制攻撃はしないということで、都市攻撃用の水爆を中心にしていると。だから一発でもう100万人以上の被害が出るというようなことがあるわけです。で当時そういう状況でですね、2600万対3000万から4000万という、むしろ中国側に有利というこのような見積もりが既に出ているわけですね。しかしそれ以降ですね、さらに格差は縮まって、中国側の方はですね、例えばミサイルについても地上配備のものは移動式にする、地下に入れる、それから DF-41 というのはもう実戦配備されているんですが、多弾頭にしてですね、弾頭威力もさらに強化をされ、そして大型化されてですね、まあ、DF-41 に至っては射程が1万4000から5000とも言われて、アメリカ全土を、まあ、攻撃できるというようなICBM に、なっています。また潜水艦搭載型もですね、改良されて、現在は JL-2 というタイプがですね、南シナ海を中心に展開されているんですけれども、今後数年以内に JL-3 という新型が出てくればですね、南シナ海から直接米本土を、潜水艦発射弾道弾で攻撃できると、こういう状況になってきているわけです。また北斗という GPS ですね、カーナビのシステムが、50数機、もうすでに展開をされてですね、これによって飛躍的に、誘導性能が上がっている。
で、かつてはまあ数キロ以内に半分落ちればいいと言われたようなセールだったものがですね、現在はもうほぼアメリカと同等で、100メーター以内に半数が命中するというように、まあ、精度も上がってきているわけです。さらに、速攻性というかですね、撃たれた場合にすぐ撃ち返すという能力が上がってきてまして、これは早期警戒衛星とかレーダーが、まあ、配備されるようになったためなんですけれども、それによって例えばアメリカ側がですね、先制攻撃をして潜水艦や ICBM を発射した場合に、それを直ちに、衛星で探知をしてですね、地上に伝え、そして地上の司令室が分析をして、反撃に出ると。で、軟着するまでに30分ぐらい、まあ、かかるわけですけれども、30分を待たずにですね、中国側がもう直ちに発射できると。だから地上に、あるいは海中に配備していて、まあ、撃たれるまで撃ち返しができないという状況ではなくてですね、もう発射された時に、中国に落ちる前にですね、報復発射ができると、こういう状況になってきているわけです。で、こういうような状況を考えるとですね、まあ、現在では少なくとも中国が先制すると5000万以上の被害は出るだろうというふうに言われてまして、まあ、パリティというんですけれども、アメリカと中国の間の核の戦力バランスがですね、米ソ、あるいは現在のアメリカとロシアもそうなんですけれども、お互いに共倒れになってしまう。で、残った戦力で報復すれば相手国を壊滅できると、こういうようなバランスにもう変わってきているということなんですね。したがってアメリカの軍事戦略の前提としてですね、もう一つ言われていることはですね、中国との本格的な核戦争にエスカレートするような軍事的挑発はしないということがあるわけです。また地上戦力についてもですね、大幅に軍の装甲化や近代化が進んでいてですね、質的に向上が図られています。特に台湾侵攻を想定したですね、水陸両用の攻撃部隊とか、それから空からパラシュートやヘリコプターで攻撃する能力ですね、これがですね、まあ、飛躍的に向上しているということもあるわけです。で、アメリカの海兵隊はですね、逆に、今は強襲上陸といって、かつて第二次大戦中硫黄島等で行ったようなですね、海岸砲といって海岸に拠点を作るために海兵隊がまず統合部隊でですね、海空の支援を受けて、そして、敵陣地に乗り込んでそこを制圧して海岸砲を作るというような作戦はもうやらないという方向に変わってきています。じゃあ海兵隊は何をするのかというと、分散、上陸をしてですね、そして無人島とかあるいは離島で、例えば長期射程のミサイルのですね、目標の偵察をしたり誘導したり、あるいは衛星通信、とのですね、中継をやったりですね、それから必要に応じて特殊部隊になってですね、敵地の偵察や破壊工作をやると、またサイバー戦を行うと、まあ、こういったことがですね、海兵隊の任務として今後期待されている分野になってきているわけです。したがって海兵隊もですね、かつては陸軍並みに戦車とかあるいは渡河機材とか持っていたんですけれども、こういうものも全廃してですね、大型の砲兵も減らし、長射程のロケット砲等に、まあ、変えるということで、かつて その強襲上陸をするための海兵隊ではなくなってきています。で、むしろ中国の人民解放軍がですね、再生部隊としてその海軍に特殊作戦部隊を作ったりですね、あるいは水陸両用の、地上軍の師団、これを増強したり、あるいは海軍歩兵、これの増強したりですね、また空挺部隊の増強する、こういったですね、まあ、立体的な陸海空からの攻撃をですね、できる体制というものを、まあ、着々と強化をしているわけです。で、現在の中国のこの戦力増強ぶりとですね、まあ、これに対するその台湾側の対応、またアメリカの増援能力というようなものを総合的に見るとですね、現在でも中国の周辺の小さな島、
例えば大陸に近接をした金門バサとか、また台湾海峡にある澎湖諸島、まあ、こういったところにはですね、いつでも侵攻は可能であるというふうに言われています。また台湾本島に対する侵攻についてもですね、いろいろ見方はありますけれども、あと数年以内、2023年から25年頃にはですね、可能になるのではないかというふうにも言われているわけです。しかし台湾側もですね、決して座視しているわけではなくて、特に蔡英文総統になってからはですね、本格的な軍備の増強に乗り出しまして、例えば今まで2000発程度しかなかったミサイルをですね、7000発に増強したり、また射程をですね、主としてまあ300から250ぐらいが対空対艦ミサイルの射程だったんですけれども、いわゆる台湾海峡と台湾の対岸の福建省を主として制圧できる程度だったんですが、それをさらに伸ばしてですね、1000キロ以上に伸ばす。で、上海とかあるいは三峡弾ですね、これを直接攻撃できるようなミサイルを保有するとか、さらに将来的には射程を伸ばして北京まで直撃できるものを作るというようなことも今計画をされているという状況になっています。さらに潜水艦もですね、非常に古いタイプしかなかったんですけれども、台湾海峡の封鎖とか、あるいは特に中国の源泉に対抗するためにはですね、台湾軍としては潜水艦が本当に喉から手が出るほど欲しかったわけですけれども、これもですね、アメリカ側が技術供与をしてですね、そして潜水艦の建造に乗り出すというようなこともやられるようになったんです。さらにアメリカは今ウクライナでも話題になってますけれども、ハイマースという長射程のロケット砲ですね、これを台湾に供与するとかですね、あるいは最新鋭の戦車を、まあ、累計で約1000両近く台湾に供与するとか、また ATACMS といってですね、射程が300キロまで届くような、戦術弾道弾をですね、供与すると、まあ、こういった本格的なですね、台湾に対する武器援助にも乗り出しています。でこれはトランプ政権の時に約束されたんですが、バイデン政権になってですね、やや停滞していたんですけれども、まあ、ウクライナ戦争の関係もあってですね、バイデン政権は再びこの台湾に対する武器援助に乗り出しているということで、今後アメリカの支援も受けて台湾軍の装備近代化も行われていくということもありですね、そう簡単に今台湾が取れる状況ではなくなってきている。そういう意味ではですね、2023年から25年というような年次がやや先送りになってですね、現在はまあ台湾本島への侵攻というのはもう少し先になるかもしれない。それだけまあ台湾側にやや有利なパワーバランスに変わってきているということが言えるかもしれません。しかしながら、台湾側の見積もりによればですね、総兵力30万から50万ぐらいの兵力を送り込むことができるであろうと、また強襲上陸をした後ですね、少なくとも3波程度でですね、各派十数万の勢力で台湾を侵攻するであろうというふうにも言われていてですね、台湾側としては第1波に対し、保有している地対空地対艦ミサイルで、まあ洋上で、撃破をし、さらに上がってきたものは、水災の障害に引っかかったところでですね、戦車部隊、装甲部隊を中心にですね、打撃をして追い落とすというようなことは、なんとか第一波はできるかもしれない。しかし、第二波、第三波が上がってこられた場合はですね、もう支えきれないんではないかということも言われているわけです。したがって、まあ、台湾の状況というのは決して、楽観できない。で、台湾を攻略するときはですね、必ず全島包囲態勢を取るということで、航空あるいは海上で優勢を確保した後ですね、まあ、上陸してくるわけですけれども、その際には台湾を機雷で封鎖し、そして周辺海域を潜水艦艦艇で固める、また防空ミサイルを推進してですね、
台湾上空をもう完全に、優勢を握るというような、まあ、海空の立体 封鎖をした状況でですね、まあ、あの上陸作戦が行われるであろうということになるわけです。で、そうなった場合はですね、東海岸の方を必ず制圧しなければならない。でしかし東海岸に出るためには北側の宮古海峡かあるいは南側のバシー海峡を制圧する必要があります。でバシー海峡 を制圧するだけではですね、沖縄正面からの日本側のあるいは米軍のですね反撃というものが常に予期しなければならないということで、これを抑えるためにはですね、宮古海峡よりも以南の先島諸島ですね、宮古、石垣、与那国、まあ、こういった島をですね、同時に制圧をし、その上空の、航空優勢、またその周辺海域の地対艦ミサイルや潜水艦による風刺、こういうことをですね、同時にやらないとですね、東海岸に安全に出ることはできないということになるわけです。したがって、亡くなられた安倍首相が言われたようにですね、台湾有事は日本有事であるということは紛れもない事実であってですね、この台湾本島への侵攻という場合はですね、間違いなく先島諸島に、彼らが攻撃を加えてくるということは避けられないということなんです。でそれに先立ってですね、日本に対する政治的圧力を加え、あるいは外交交渉の有利にし、あるいは日台の接近を阻止する、さらには日米安保に基づく日本側の基地提供の義務とかをですね、させない、こういった政治的外交的圧力を加えるためにですね、尖閣諸島に、武装漁民と送り込んでですね、日本側が防衛思想の意思決定に、戸惑っている間にですね、一気に、数日以内に尖閣諸島を武装占領すると、まあ、こういったこともですね、考えられないわけではないわけです。でこれは周辺諸島への侵攻が現在でも可能だというふうに、まあ、台湾が見ているというふうに言いましたけれども、これは全く同じことが尖閣についても言えるわけで、現在の無人島の状況ではですね、もういつそのような事態が起こるかもわからない。でそれに対して日本側が備えがあるのかということが、まあ、今問われているわけです。でこのままの状況でいくとですね、まあ、いろんな事態工夫をしてますけれども、おそらくもし台湾危機ということになればですね、尖閣も含めて、事態推移は極めて、迅速に、展開されるというふうに見なければならないので、したがって、重要影響事態とかですね、存立危機事態だとか武力侵攻事態とか、こういった事態区分をですね、いちいち、時間的に追いながら日本側の都合のいいようにその計画や意思決定が、計画修正意思決定ができるようなタイミングで行われる保証は全くありません。彼らは日本側のそういった弱点をよく、分析してますから、当然日本側が対応行動が取れない間に迅速に規制術を作るということを狙ってくるわけなんですね。でこれは台湾侵攻における米軍の介入を防ぐという点においても全く同じです。したがって前半申し上げたようにですね、A2AD というものが既に実態のあるものになっている。でアメリカがですね、空母が建設できない、で空母の援護がなければアメリカの海兵隊は動きません。そしてアメリカの海兵隊の援護がなければ陸軍も来援できないという構造になっているわけですね。したがって、中国側のですね、ミサイル長射程中射程のものを制圧してからでないとアメリカは来ない、これがアメリカの現在の基本戦略になっているものですね。その時間がどれくらいかかるかということは非常に見積もりが難しいんですけれども、アメリカの一部では1ヶ月半とか数ヶ月かかるというような見方もあるわけですね。したがって、その間ですね、日本あるいは台湾は孤軍奮闘した奮闘してですね、自らの国土と国民を守らなければならない、こういう状況に常に変わってきているということなんです。でこれがですね、現在の日本の安全保障環境として決定的に、重要な変化であってですね、さらに核戦力バランスも崩れているということは、何かあって日本側あるいはアメリカ側が対応行動を取ろうとした場合に核動傘がかかってくると、でその時にアメリカが核の傘を、差し伸べてくれるという保証がですね、
なくなってきているということなんですね。核の傘の信頼性がなくなり破れ傘になってきているということを意味しているわけです。すなわち日本は核恫喝を受けた場合に対応する術がない。そうなると戦わずして屈するか、自衛隊が戦う、あるいは戦おうとしても核恫喝を受けて政府が屈するしかないと、こういう厳しい状況に追い込まれてきているというのが現状であるわけです。さらに、悪いことにですね、ウクライナ戦争によって、日本はですね、NATO 側について、そしてロシアに対して、敵対するグループに今なってしまっているわけですけれども、ロシアはどちらかというと安倍政権の時代はですね、首脳会談を重ねてですね、信頼関係を醸成して、融和の方向に持っていこうという動きがあったんですが、もうそれは見事に破綻してしまったと。そして、ロシアは、日本をですね、サハリン2の問題なども今出てますけれども、威嚇する方向に出ている。で、地対艦ミサイルや地対空ミサイルを、北方領土にも展開しているわけですが、最近はですね、昨年の10月、中ロの合同艦隊が津軽海峡を通過し日本を周回する。またクリミア戦争、失礼、ウクライナ戦争が始まってからですね、爆撃機の編隊がですね、中ロ合同で日本に対して威嚇を加える。さらにその直後には北朝鮮がミサイルの発射試験をすると。このようにですね、ロシアと北朝鮮と中国が日本に対して連動してですね、連携をして圧力を加えると、こういう状況になってしまっているわけです。つまり、自衛隊側としてはですね、今までは重戦力を特に陸の場合はですね、北海道に置いておいて、そしていざとなればこの北海道の重戦力部隊を、戦略輸送をして南西正面に持っていくと、そして反撃をするというような全般構想だったんですけれども、これがですね、北海道をがら空きに できないと、いつ背後を突かれるかもしれないと、まさに、かつての満州と同じようなですね、悪夢に、を再現するかもしれない、こういう状況に追い込まれてきてるんですね。しかも、北も、ロシアも中国も核大国であってですね、彼らの核戦力が一体化すれば、アメリカはさらに決定的に核戦力においても通常戦力においてもフリーになるということで、日本の、孤立状態というのがさらに深まり、来援も遅れる、あるいはないかもしれない、こういうことを確保する必要がある、こういった状況に今日本は追い込まれているということなんですね。で、これに対して韓国などもですね、アメリカの了解を得た上でですね、もうすでに原子力潜水艦の建造計画に着手しています。また台湾も先ほど申し上げたように本格的な軍事力強化に乗り出している。で、両国とも徴兵制でですね、台湾は200万人、韓国に至っては360万人の戦力をですね、数日で動員できる体制を作っているわけですね。そして兵器の国産化とも、国を挙げて力を入れている。特に韓国については日本の倍以上のですね、防衛、関連の研究開発予算をつぎ込んで兵器の国産化や、あるいは武器輸出にも力を入れているわけです。最悪のムン・ジェイン政権下においてもですね、着々と軍事費が増額され、そして現在は GDP の 2.9% までいっているわけですね。で、台湾も 2% 目標に今軍事費を増強しているところです。で、日本も遅まきながら今回の来年度防衛予算はですね、オーバーな増額がされるということになってますけれども、しかし出遅れているということは否めません。これからは日本もですね、国民自身がこの国防の問題というのを自分の問題として捉えて、国の総力を挙げて取り組まないとですね、尖閣のみならず沖縄、そして日本全体がですね、危機に陥る、こういう時代になっているということを、訴えたいと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。